平野翔、神宮寺ジングージ・ユタ、キシ・ユタが語る。マクドナルド新 CM で炸裂する、マックフライポテトの魅力とは、マクドナルド新 CM が伝える、消費者の心をつかむブランド戦略の秘密兵器。マクドナルドの新しい CM が放送開始された。今回のキャンペーンでは、平野翔、神宮寺ジングージ・ユタ、キシ・ユタが登場し、マックフライポテトをテーマにした CM が話題を集めている。 この CM は、ポテト好きな彼らがマックフライポテトを手に取り、笑顔で、乾杯と言いながら楽しんでいる様子を描いている。彼らの自然な笑顔や楽しい姿が視聴者に強く印象を与え、その親しみやすさが話題になっている。今回のキャンペーンは特別であり、期間限定でマックフライポテトの M サイズと L サイズが大幅に割引されるという点が注目を集めている。通常価格よりも約34%も安くなり、 ポテト好きにはたまらないオファーだ。CM では、彼らがポテトを何度も、おかわり、と頼む姿が描かれており、このキャンペーンの魅力を余すところなく伝えている。マクドナルドのポテトは、単なるサイドメニューではなく、時にはメインディッシュとしても楽しめる存在である。特に、日本では、マックフライポテトが多くの人々に愛されている。サクサクの食感と程よい塩加減が絶妙で、 一度食べ始めると止まらないという人も少なくない。CM に登場する3人のように、友達や家族と一緒に楽しくシェアするのが、ポテトの醍醐味と言えるだろう。しかし、この CM が放送されるに至った背景には、マクドナルドが抱えるブランド戦略やマーケティングの狙いがある。日本におけるファストフード市場は競争が激化しており、消費者の関心を引くためには、単なる価格競争ではなく、 より強いブランドイメージや感情的なつながりが求められている。そこで、今回のように人気アイドルグループを起用し、視覚的にインパクトのある CM を制作することで、消費者の心をつかむ狙いがある。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人が、マックフライポテトを楽しんでいる姿は、視聴者に、自分も同じように楽しみたいと思わせる力がある。特に、彼らのファンにとって、 この CM は彼らと同じ体験を共有する絶好の機会となり、それが商品購入への動機づけとなる。さらに、この CM は彼らが持つ、可愛さや楽しさというブランドイメージを強調し、それがマクドナルドというブランド自体にもプラスのイメージを付与している。また、この CM にはもう一つの重要な要素が隠されている。それは、コミュニティ感である。ポテトを手に、乾杯、 するというシンプルな行動が、実は人々のつながりを象徴している。友達同士、家族、そして恋人同士がポテトを通じて一緒に楽しい時間を過ごすことで、マクドナルドは、人々をつなぐ場所というメッセージを伝えているのだ。さらに、この CM は社会的な背景も意識して作られている。コロナ禍によって、多くの人々が外出を控え、家での時間を増やしている中、マクドナルドは、 家でも楽しめるブランドであることを強調している。デリバリーサービスやテイクアウトの需要が高まる中で、この CM はポテトを家に持ち帰り、家族や友人と楽しむという新しい形のマック体験を提案している。その一方で、今回のキャンペーンにはいくつかの課題もある。例えば、キャンペーンの対象店舗が限定されていることや、デリバリーサービスが対象外であることが挙げられる。これにより、 一部のの消費者にとっててはキャンンペーンを利用するるがが難しいい状況が生まれているこのような点を改善することで、より多くの人々にキャンペーンの恩恵を享受させることができるだろう。また、ポテトの価格が下がることで、品質や原材料に対する懸念も生じるかもしれない。消費者は安さだけでなく、商品の安全性や品質にも敏感であるため、マクドナルドはこれらの点についても透明性を持って対応する必要がある。 例えば、ポテトの原材料がどのように生産され、どのように加工されているのかを明示することで、消費者の信頼を維持することができる。さらに、CM に登場するタレントの選定についても考慮すべき点がある。現在、彼らが非常に人気である一方で、すべての消費者が彼らのファンというわけではない。そのため、ターゲット層を明確にし、 CM が意図するメッセージがしっかりと伝わるように工夫することが重要である。一方で、今回の CM が放映されたタイミングも注目に値する。日本の消費者にとって、夏は特にファストフードの需要が高まる季節である。暑い日には、冷たい飲み物と一緒にポテトを楽しむというのは、多くの人々にとって魅力的な選択肢である。マクドナルドはこの需要を的確に捉え、 消費者の関心を引くことに成功している。最終的に、この CM の成功は、マクドナルドがいかにして消費者との感情的なつながりを構築し、それをブランド価値として消化させているかを示している。ポテトという単純な商品を通じて、幸せや楽しさ、つながりといった普遍的なテーマを伝えることで、マクドナルドは単なるファストフードチェーン以上の存在となっている。消費者は、ただのポテトではなく、 それれをを通じてて得らるる体験や感情を求めているのだこのようにマクドナルドの新 CM は単なる商品の宣伝にとどまらず消費者の生活に寄り添い彼らが日々の中で感じる喜びやつながりを強調しているこの CM がどのようにして消費者の心に響き購買行動に影響を与えるのかそしてマクドナルドが今後どのようにしてブランド価値をさらに高めていくのかが非常に興味深いテーマである このキャンペーンが終了した後も、その影響や反響については注視する必要があるだろう。そして、視聴者や消費者がこの CM から何を感じ、どのように反応するのか、それがブランド全体にどのような影響を与えるのかを考えることが求められる。これは、企業がどのようにして消費者とのつながりを深め、長期的な関係を築くかを考える上で、非常に重要な視点である。 マクドナルドの次なる一手に期待しつつ、私たち自身もまた、消費者としてどのような価値を求め、どのようにそれに依られていくのかを考えるべき時期に来ているのかもしれない。この CM の成功に見るマクドナルドの戦略は、単に商品を売るだけでなく、消費者との感情的なつながりを築くことに重きを置いている点が特筆される。特に、平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人を起用したことで、彼らの持つ、 可愛いや、楽しさというイメージが CM 全体を彩り、視聴者の心に深く浸透している。彼らがマックフライポテトを手にして微笑む瞬間、その光景はただの宣伝を超え、視聴者に幸福感や親しみを感じさせる力を持っている。これを実現するためには、単にタレントを起用するだけでは不十分だ。彼らが持つイメージと、商品が持つブランド価値との間に強いシナジーがなければならない。 今回の CM では、平野、神宮寺、騎士が持つ明るく無邪気なキャラクターが、マクドナルドの手軽で楽しい食事というメッセージと見事に一致している。これにより、視聴者は彼らが実際にマックフライポテトを楽しんでいる様子に共感し、自分もその体験を共有したいと感じるようになる。また、この CM が放送された背景には、マクドナルドの長年にわたるブランド構築の努力がある。 消費者はマクドナルドに対して、手軽さ、親しみやすさ、楽しさといったイメージを抱いており、このイメージが今回の CM と自然に結びついている。特に日本では、マクドナルドは子どもから大人まで幅広い層に愛されており、ファミリーレストランとしての地位を確立している。これにより、家族や友人と一緒に楽しむシーンが描かれた今回の CM は、多くの視聴者に共感され、 さらに、ブランドへの忠誠心を強めるる結果となっているさらに CM での「乾杯」という行為には、単なるポテトのシェアを超えた意味が込められている。これは、人々が一緒に集まり、共有の時間を楽しむという、古くからある人間の基本的な欲求を象徴している。マクドナルドは、このような、つながりの象徴を CM に取り入れることで、視聴者に、マクドナルドは人々をつなぐ場所だ。 といいうメッセージを強く訴求しているこれにより、ただのファストフードチェーンではなく、社会的な役割を果たす場所としての認識を消費者に植え付けているのである。そして、この、つながりをテーマにした CM は、現代社会の中でますます重要性を増している。特に、コロナ禍を経て人々の生活スタイルが大きく変わった中で、マクドナルドは、安全に、そして手軽に楽しめる場所としての役割を再確認している。 自宅での時間が増えたことで、外食の機会が減少している一方で、デリバリーやテイクアウトの需要が急増している。マクドナルドはこのニーズに応えるために、CM を通じて、家でも楽しめるマック体験を提案し、消費者の新しい生活様式にフィットするブランドとしての地位を確立している。